木曽川。木曽川は、長野県から、岐阜県、愛知県、三重県を経て、伊勢湾に注ぐ木曽川水系の本流で一級河川、いわゆる木曽三川の一つ。源流部では、みそ川、みそ川とも呼ばれる。長野県木曽郡木曽村の八坂里山、2446メートル南方を水源とし、南西に流れている。 鳥居峠西側を南に向かって流れ御嶽山から流れ来る大,大滝川を合わせた後、木曽の山や根ざめの床などの渓谷を形成しながら、岐阜県中津川市に入り流れを西に変える。中津川市より、蟹市までの間は、江那峡、深沢峡、祖水峡といった峡谷を形成し、農美平や東部に出て、美濃加茂市と蟹市の境界で日田川と合流する。 日だがは合流後のカニ市から、愛知県犬山市の犬山城付近まで再度渓谷を、形成し、これらを総称して、日本ラインと予備中流域が1985年、昭和60年に、環境庁、現、環境省の、名水百選に選定された。かかみ原市と愛知県犬山市の境界付近から、再度の帯平野にで、かかみ原市川島地区で一旦三つの流れに、 分流し、三波川地区、国道22号新木曽川橋付近で再度、合流する。下流域ではかつて、伊比川、長良川と合流、分流を繰り返し和重が発達していたが、江戸時代以降何度となく改修工事が繰り返され、現在では分離されている。三重県桑名市長島町と木曽崎町との境で、伊勢湾に注ぐ。延長2 2 9キロメートルは、 最上川と並び全国7位の長さ。伊比川、長良川流域を除く流域面積は5、2 7 5トル。伊比川及び長良川は河川法上では木曽川水系に包括されている。木曽川水系全体の流域面積は9、1 0 0トル、全国5位の広さで、長野、岐阜、愛知、三重、滋賀の5県にまたがっている。なお、伊川と長良川は、 川口直前で合流するが、木曽川とは別に、伊勢湾に注いでいる。木曽川、木曽川などの維持のほか、場所により、広野川、宇沼川、境川、すのまた川、美濃川、尾張川などとも呼ばれた。木曽川を含む木曽山線は、木曽山無薬の隆起と伊勢湾の沈降などに見られる、農美平野下部の基盤が西へ向かうほど沈降している。 ビケ経路運動という作り盆地運動により形成されてきた。この運動により、人口の上部に基礎山線が運搬した土砂が堆積することで、脳尾平野を形成してきた。一万数千年前までの最終表記には、海面が現在より百数十メートル低く、基礎山線の加工は伊勢湾港付近にあったが、約一万年前になると急激な温暖化により、海面が急上昇した。 縄文海進期には海岸線が西は養老山地山麓まで北は大垣市岐阜市付近まで侵入した。基礎山線が流し込む大量の土砂は河口に細長い三角州を形成し徐々に海岸線を南進させていった。同時に基礎山線の流路は能美経路運動の影響を受けて養老山地側へと偏っていった。こうして 平野奥部まで標高がほとんど変わらず、かつ、三つの大河川の流路が狭い地域に集中するという、極めて水害の発生させやすい地理条件が成立した。神後慶雲三年、七百六十九年の洪水により、本流が笠松の南を流れるようになると、川の区間により、本流を元に戻す施行が行われるようになる。しかし、 土砂の堆積と流量の変化は続き、志向が、美濃国側と終わり国側の洪水被害の量にも関わるようになり、上岸八年、八百六十六年には、前年に、大城大臣の藤原義夫さんに派遣され志向した、終わり国の軍事とその駅府を、美濃国の鏡軍軍事の鏡義夫と、厚見軍軍事の鏡義宗が襲撃するという、広野川事件、鏡ヶ原合戦が起きた。 平安時代にはすでに水屋が建設されており、後に和獣が形成されて生き住民は洪水に対抗していった。地元に残る言葉に、四国八国十二国がある。これは、大雨が降った、際の基礎三線の洪水到達予測時間のことであり、伊比川は四国、八時間、長良川は八国、十六時間、基礎川は十二国、二十四時間で、 洪水が到達することを意味している。いかに流域住民が水害に対して敏感であったかがよくわかる。一方で、網の目状に流れる基礎山線を利用しての水運は、金華山や大垣のほか、宇高港から陸路を経営しての琵琶湖水運、桑津からの海運などで大阪などにもつながっていた。木礎川は、鎌倉時代以降、その豊富な水量と広大な川幅が、 軍事拠点として利用された。1221年の上級の乱では、言葉上皇を率いる朝廷軍が鎌倉幕府軍を木曽川で迎撃。下る戦国時代には、豊臣秀吉が、美野、須の股、現、岐阜県大垣市に、人余城を築き織田信長の美野攻略を容易にした。信長は、木曽川、長良川川口に浮かぶ長島による一向一気に大いに苦しめられた。 関ヶ原の戦いの前哨戦にあたる川だ。木曽川とかの戦いでは、岐阜城主であった西軍の織田秀信の激しい抵抗を、池田照正や山内和豊などが、兵士数の差を生かして打ち破った。通説では、戦国時代末期、安土桃山時代の1585年6月、それまで、現在の境川の場所を流れ、砂又で長良川と合流していた木曽川は、 大洪水を起こして南方へ流路を移動したとされる。豊臣秀吉が、尾張、美濃の国境を変更し、従来尾張の羽栗軍、中島軍、海西軍等の一部だった25家村を美濃に編入した美濃の羽栗軍、中島軍、海西郡近代に合併して、橋島軍、海津軍のも、この大洪水による流路移動がきっかけだとされている。 しかし、1585年の大洪水については、200年以上、後の地事などに記載があるだけで、同時代の資料が全く残っていない一方、すでにそれ以前の本能寺の変後、1582年の段階で、終わり国主、織田信乙美の国主、織田信高とが、古来の木曽川、境川上に置かれていた農美国境を、領地の境とする国切れか、それとも、 大川を境に分割する大川切れかで、対立している。基礎八流と呼ばれたように、そもそも基礎川はいくつもの葉川に分かれ、西尾りの平野を複雑に離合しながら流れ下って、いたが、その他いくつかの文献資料からも、室町時代中頃には、現在の基礎川の位置にすでに大きな分流、及川イコール、及川と呼ばれていたが存在しており、1582年時点では、 元々の木曽川本流にも規模でまさり、従来の国境よりも領土分割線としてふさわしいと主張しうるまでなっていたと考えられる。江戸幕府を開いた徳川家康は、江戸防衛の最前線として、重要な終わりに実施の松平忠義、ついで同じく徳川義直を置き、名古屋城を築城した。そして名古屋防衛のため、木曽川が、 農美平野に出る犬山付近から川口部の野富までの左岸 48km に岡恋堤みを引き包みした1608年完成。秀吉時代の国境変更とこの岡恋堤みとによって農美平野部の基礎川は概ね現在の位置、元の大川に確定された。軍事施設としての観点から岡恋堤みの対岸の包みは三尺低くされ、 美濃川はさらに水害の被害を受けることとなった。その一方、基曽八流による洪水上周地帯であった尾張川は、その流量が制御されたことで水害の減少と生産性の向上を見た。この頃の伝承として、矢野上水という妖怪が基曽川、長良川、伊比川に出没するという話がある。これは、柳田国男の妖怪談義に記されているものだが、 川から、やろかやろかという声が聞こえ、これに、横澤横瀬と答えると洪水に飲まれるというものである。実際に1650年、慶安3年大垣半寮内で3000人もの死者を出し、基礎参戦が海のようになったと言われている、農美大洪水では、尾張国には群情、半野村、現在の愛知県港南市付近の村民が、やろかやろかとの声に、横澤横瀬と答えて、 村は洪水で全滅したと伝えられている。実際は暴風雨の音がやろかやろかに聞こえるのではないかと考えられているが、それだけ流域の住民は洪水に対して敏感であったことが伺える。1753年法歴3年12月、幕府は薩摩藩主、島津十年に対し終わり藩領内の基礎参戦、分流工事を命令した。 戸山遊藩の経済力を削ぐための施策、お手伝い武神である。薩摩藩は平田幸を総武行として、翌1754年、法歴4年から1年をかけ、長良川と伊比川の分流工事を行った。いわゆる法歴治水事件である。工事に借り出された薩摩藩士の苦難は、並大抵のものではなく、幕府の厳しい監視下で、多くの藩士が切腹したり病死した。 各しで不完全とはいえ、長良川、伊比川の分流、締め切り工事は完成した。現在に残る、油島千本松原締め切り包みである。だが、平田は、薩摩藩に、多大な夫妻と多くの藩士を死なせた攻めを一心に追い、完成後自陣して果てた。なお、この一件は後に、薩摩藩を倒幕に走らせる原員ともなった。試作後の洪水の頻度は、 結果的には増加しているが、彼は昭和13年1938年治水神社に祀られ、地元住民は今でも平田をはじめとする薩摩藩士の遺徳を慕っている。明治時代に入ると内務省はヨーロッパより多くのお雇い技術者を招き入れ、全国各地の治水事業に着手した。基礎川においては課題の分流工事を本格的に推進するべく、 ヨハニスで霊家を迎え、1888年、明治20年より、基礎、ながら、い三大河水利分流計画に着手した。川床は、基礎川、ながら川、伊比川の順に高く、基礎川川口部の掘り下げと三河の分離により、洪水被害は大幅に減少した。先導平河門は、新基礎川と新ながら川をつなぐ水運のために、設けられたものである。 大正時代に入ると木曽川水系は豊富な水量と、急流が水力発電の公的地として注目された。木曽川には、福沢桃介率いる大道電力が、日本初のダム式発電所である、大井ダムを1924年、大正13年に建設したことに始まり、落合ダム、金山ダム、今渡りダム等を木曽川、大滝川に建設した。 特に、大井ダムと三浦ダム、大滝川建設工事は、日本の土木市に輝く土木工事とされている。一方、平川は、松永安左衛門率いる、東方電力によって、水力発電所が建設され、上浅尾ダムや川辺ダム等が建設された。だが、これらは後に、国家の電力統制の流れには勝てず、日本発送電株式会社に統合されてゆく。 戦後の基礎川水系の河川開発は、他の大河川と同様にまず水力発電の開発に始まり、やや遅れて、地水と考えに焦点を当てた河川開発が起こって、それらが結合した河川総合開発事業になり、人口の増加が顕著になるに従い上水道需要の確保を目指した水資源開発へと移行した。さらに1970年代以降は、 電力需要の増大に対応するため揚水発電を主軸とした新規電源開発が行われていった。以下はこれらの流れについてそれぞれ説明する。戦前活発に行われた水力発電事業は太平洋戦争において一時中断を余儀なくされたが空襲に伴う電力設備破壊などで電力供給が著しく減衰したため停電が頻発。 これを解消しかつ、早期の経済復興を行うために政府によって、電源開発が積極的に推進され、基礎川水系でも早いうちから再開された。日本発送電は、急流で、放送水力が大きく、開発の手が及んでいない日田川最上流域に特に着目した。1946年。 昭和21年ダム式水力発電所の建設計画を検討し、その第一弾として日田川上流部の大野郡朝日村地点と支流の秋上川に着目した。ここに比較的規模の大きいコンクリートダムを建設して、水力発電を行い、名古屋方面に電力を供給するという計画であった。また、木曽川上流部の大滝川についても、 三浦ダム完成後さらなる水力発電計画を進め、木曽川本流では戦争で中断した鴨群、八尾町と蟹群三丈町境の疎水橋地点でのダム計画を再開した。ところが、日本初送電は戦争に協力した独占資本であると連合国軍最高司令官総司令部 GHQ によって過度経済力集中排除法の対象とされ、 解体の方針が決定された。そして1951年、昭和26年に、電気事業再編制令によって、全国で9つの電力会社に分割、民営化されてしまった経緯がある。木曽川水系については、本流と長野県内支流の発電施設と、発電用水利権を、福沢桃介が設立した、大道電力が保有していたため、 その流れを組む関西電力が継承。日田川、長良川、伊比川については、中部電力が発電施設と推理券を継承した。このため同じ推計でありながら、二つの電力会社が全く違う地域。木曽川、大滝川の電力は近畿地方。日田川、長良川、伊比川の電力は名古屋に送電するために、電源開発を行うという奇妙な構図となった。 これは発電用水利券の所有者は、最初に開発を行った事業者の流れを組む法人が、継承し、開発を独占的に行う権利があるとした一課税一社主義という概念が根底にあるためである。中部電力は、日田川の発電用水利券を受け継ぎ日田川、秋上川の水力発電事業を手掛け、1953年、昭和27年に、朝日ダム、 日田川と秋上ダム、秋上川を完成させた。この両ダムは、木曽川水系において、三浦ダムに次ぐ高さ80メートル台の廃ダムであった。関西電力は、大滝川中流部の大滝村に小持ち地点に、三浦ダムに匹敵する規模のダムを、計画、さらに中流部の八尾津町に、日本初の100メートル級ダムである、丸山ダムの建設に着手した。だが、 経済安定本部による基礎川水系の治水計画が発表されるとこれらのダム計画は治水計画に組み込まれ、両電力会社は電気事業者として参加することになり、事業主体からは離れることになった。詳細は後日、その後電力需要が高度経済成長や人口の増加で急激に増加すると、 電力会社による新規電源開発はより出力の大きい火力発電や原子力発電へと移行する紐温度重が需要のピークが高まる火器などに電力を安定的に供給するため火力発電や原子力発電との連携が可能な揚水発電が水力発電では注目され基礎川水系でも揚水発電所が計画、建設されることになった。 基礎川水系においての揚水発電の行使は1963年、昭和38年に、関西電力が建設した三部発電所、出力3 5 5 0 0ットであるが、より大規模な揚水発電所が計画されていく。中部電力は、飛騨川流域一貫開発計画を1962年、昭和37年に策定し揚水発電を主軸とした。 大規模な水力発電事業を計画する。その第一弾として建設されたのが1969年、昭和44年に完成した高根第一発電所である。これは、日田川最上流部の大野郡高根村、現在の鉱山市に高根第一ダムと高根第二ダムを建設し、出力34万キロワットの電力を、名古屋市や中京工業地帯に供給するというもので、ある。 その後百七十六年、昭和五十一年には、マスダ郡金山町、現在のゲロ市のマゼ川にマゼ川第一発電所、出力二十八万八千キロワットが建設され、ヒダ川は一大電源地帯へと変貌した。その後は、比較的開発の行われていない長良川、伊比川に目がつけられ、木曽川水系では、初となる、出力1万キロワット級の溶水発電所、 奥美の発電所が計画された。これは、長良川、支流板取川の小支流、西がぼら谷川上流に川浦、河織ダムを、伊比川支流ネオ川の小支流、ネオ東谷川に上大瀬ダムを建設し、出力150万キロワットの電力を生み出すというものである。奥美の発電所は1995年、平成7年に完成し、現在基礎川水系における、 最大規模の水力発電所として稼働している。また既存の一般水力発電所の再開発も同時に行われ、新上浅尾発電所や新丸山発電所をはじめ、出力5万から6万キロワット台の発電能力が増強された。これもピーク時の電力需要に対応するための開発である。現在は徳山ダムの発電事業として、 中部電力が出力15万5 000キロワットの徳山発電所を建設している。なお、上浅尾発電所の取水ダムである、上浅尾ダムは1968年、昭和43年8月18日に発生した、平川バス転落事故において、救助活動援助のため、ダム決壊の危険性から普段は絶対行われない、洪水地の水門閉鎖を、 時間限定で行ったというエピソードが残されている。木曽川は、法歴治水や木曽、ながら、伊比三大河水利分流計画によってながら川、伊比川と完全に切り離され、以前に比して水害による被害は減少した。とはいえそれでも洪水による被害は後を絶たず、1938年、昭和13年7月5日の梅雨前線豪雨で、木曽川は、過去最大の洪水量を記録した。 その洪水量は、愛知県犬山市地点において、毎秒13、200トンという過去に例を見ないものであった。戦後カスリーン台風や、アイオン台風をはじめ毎年のように台風や豪雨が、襲来、これに、戦中の河川回収不備や山間部の乱発による、保水力低下も、相まって、全国各地の河川は大小問わず、大洪水をもたらし、その被害額は、 止まるところを知らなかった。こうした風水害が戦後疲弊した日本経済に、さらなる打撃をもたらすことを懸念した、経済安定本部は、利根川、淀川、北上川をはじめ、全国10の主要大河川に対して、堤防整備に加えて、ダムによる洪水調節を図る治水方針を立案した。そして1949年、昭和24年には、 諮問機関である治水調査会の答申を得て、河川海底改修計画を発表。蒸気の目的に沿った河川改修を計画した。木曽川についても対象となり、同年木曽川水系流域計画が発表された。この計画では1938年の洪水を基準として、ダムと堤防改修による洪水調節を行うこととし、木曽川本流と飛騨川、 長良川、伊比川流域に多数の治水ダム建設を計画した。当初はすでに建設されていた大井ダムや金山ダムなどの発電専用ダムを転用する計画であったが、いずれも洪水調節目的を達成するだけのポテンシャルがない。ため季節のダム再開発は断念し、日本発送電が施行を進めていた木曽川中流の丸山ダムを水力発電専用から 洪水調節目的を加えた多目的ダムとすることで基礎川中流、下流の治水を図ろうとした。経済安定本部は岐阜県知事を通じて日本発送電に事業主体を建設省にする変更を命じた。これにより丸山ダムは基礎川水系流域計画における治水の用として活用されることになる。さらに1951年、昭和26年、 第三次、吉田内閣は、国土復興のために河川を有効に開発して、地水のみならず農地開墾のための考えと、工業地帯への送電のための電力開発を強力に進めるために、今まで別個の事業者が実施していた、河川開発を一元化する河川総合開発事業を大規模に遂行し、経済成長を軌道に乗せることを目的に、国土総合開発法を成立させ、 特定地域総合開発計画を発表した。これにより、全国22地域がその対象となったが、基礎川水系についても愛知県、岐阜県、長野県の3県にまたがり、建設省、現在の国土交通省、農林省、現在の農林水産省、通商産業省、現在の経済産業省、中部電力、関西電力の5社により治水、灌買 水力発電の多目的河川開発計画が進められた。その根幹事業として基礎川本流と飛騨川、長良川、揖斐川流域に15基の多目的ダムを建設する計画が立てられたのである。これが基礎特定地域総合開発計画である愛知用水事業については口述。注目的の略号 F、洪水調節 N、不特定利水 A、 考え、P、水力発電このダム計画は、その後変更があり、最終的には、木曽川の丸山ダムと伊比川の横山ダム、大滝川の二小口ダムの三ダム計画に集約され、それぞれ1950年代後半から1960年代には、完成を見た。ところが1959年、昭和34年9月26日、近畿地方から中部地方を、 伊勢湾台風が襲来し、死者、行方不明者4645人という戦後、最悪の台風被害をもたらした。この台風では、長良川、伊比川流域の水害に加え名古屋市南区をはじめと、する伊勢湾沿岸地域での高潮が被害を、さらに拡大させた。事態を重く見た政府は、中曽根康弘を、本部長とする、中部日本災害対策本部を、名古屋市に設置し、 基礎川水系及び伊勢湾沿岸一帯の治水防災体制強化を図った。特に被害が甚大であった伊勢湾岸については、防潮堤や防潮水門などの強化、建設を進め、これらの防潮施設は1990年代にはほぼ完成した。また長良川、伊比川流域の治水機能を高めるため堤防の強化を進めると同時に、ダムによる治水の強化も検討し、 横山ダムの洪水調節機能を強化する傍ら、徳山ダム、伊比川や長良川川口関、長良川、板取ダム、板取川の計画が持ち上がることとなった。大雨になると、洪水の被害を受けやすい、農利平野であったが、渇水にも悩まされる地域でもあった。古くは1001年、長方3年に木曽川から、大江用水が引かれ、 そのゴミや多用水やキズ用水などの用水路が建設され、農美部屋中部は一大国草地帯となった。だが、終わり給料、北半島、東農地域、養老山地一帯は水の瓶が悪く、特に北半島は大河川が全くないことから慢性的な水不足に悩まされていた。このためこの一帯ではため池による農業用水補給が行われていたが、それは、 根本的な解決にはなり得なかった。戦後に入って、北半島に水を安定的に供給するための根本解決策として、基礎川から下半島センターまで農業用水路を整備するという壮大な計画が持ち上がった。これは、浜島達夫によって構想されたものであるが、吉田茂によって採用され、やがて基礎特定地域総合開発計画の一環として、 正式な事業となった。これが愛知用水であるが、工事費が莫大なものになることが予想され、政府は世界銀行の融資を仰いだ。1954年、昭和29年世界銀行の農業、調査団一行が来日し、日本各地の農業振興に有用な地域を調査し、融資可能かどうかを調査した。その結果地と半島地域は、 市の地域データン地開発事業や八郎型、観宅事業などとともに、世界銀行の融資を受けることになり、着工に向けて大きく前進した。1955年、昭和30年10月、事業を運営する特殊法人、愛知用水工団が設立され、1957年、昭和32年11月に着工した。まず水源として建設省が、 かつて計画していた大滝川の二小持ちダム計画を拡充して、牧尾ダムを建設し、関西電力が管理する金山ダム貯水池に金山出水口を設けて、ここから終わり給料、北半島まで水を供給することとした。愛知用水は1961年、昭和36年に完成し、幹線水路1 1 2キロメートル、延べ1 0 1 2キロメートルに及ぶ、 大用水路が活水に悩まされた地域の恵みとして、今なお機能している。愛知用水の着工に前後し農林省、農林水産省は、農美用水の拡充を図るため1951年、昭和26年、国営農美用水土地改良事業を施行。愛知県犬山市と岐阜県各務原市の境の木曽川に犬山東資港を建設して、 用水補給を増強させ、1968年、昭和43年に完成した。さらに、農美用水の完成年には、性能地域の灌え補給を図るため横山ダム、伊比川を水源とする、国営性能用水土地改良事業が着工され、1984年、昭和59年、岡島東志港の竣工によって、性能用水が完成。 性能地域に安定した水供給を行った。そして北半島と同様に慢性的な水不足に悩む東農地域、岐阜県田島市、土岐市、水波市、江名市、中津川市に水供給するため、岐阜県は1976年、昭和51年に、東農用水を完成させ、関西電力落合ダムに取水口を設けて、東農地域に安定した水供給をもたらした。 現在は農美用水の回収を目的に2000年平成12年から新農美農地防災事業が行われており2014年平成26年完成予定である。こうした灌漑整備が行われる一方で名古屋市を中心とする中京圏は急速に人口が増加。さらにトヨタ自動車や新日本鉄など大型工場が進出することで 中京工業地帯も拡充。水需要は青天井の勢いとなった。このため従来地水中心に行われていた河川開発は水資源確保が重要な目的となっていった。利根川や淀川で水資源開発を目的とした河川総合開発事業を行っていた水資源開発公団。 現在の独立行政法人水資源機構は1966年昭和41年木曽川水系を水資源開発促進法に基づく水資源開発水系に指定。愛知用水鉱団を吸収するとともに木曽川水系水資源開発基本計画を定めて水資源開発のための河川施設建設を計画した。これによって計画されたものとして木川ダム木曽川 大井、木曽川、阿川ダム、阿川、岩屋ダム、まぜ川、長良川川口関、長良川、徳山ダム、伊比川があり、事業はすべて完成し、愛知用水の新たな水源となった。また、岩屋ダム、木曽川大関を水源として木曽川用水を建設して、愛知用水を保管。さらに1971年、昭和46年からは、三重用水の建設を開始し、 伊比川を水源として1977年、昭和52年に完成した中里ダムなどを経由し30県北中部地域に上水道、工業用水道、農業用水を1993年、平成5年より供給開始した。これらのダム、石、用水路は名古屋市の水亀として現在も重要な役割を果たしている。現在は2008年、 平成20年に完成した徳山ダムの水を岐阜県伊比郡伊比川町から長良川を経て愛知県犬山市の木曽川まで結ぶ木曽川水系連絡道水路の建設が進められている。また1984年の長野県西部地震によって大量の土砂が流入した三竹湖の土砂を掘削して貯水容量を確保するための牧をダム再開発事業が行われている。 公共事業見直しの風潮は、木曽川水系の開発にも影響を及ぼした。特に、木曽川水系は、全国的に注目の的になっている。一つは、長良川川口関である。高度経済成長期の1968年、昭和43年に、計画発表されたが、ダムのない長良川に川口関を建設することに、猛烈な反対運動が巻き起こった。 これにより本体建設は全く進まず、席と一体で運用される予定であった、板取ダム、板取川の建設が中止に追い込まれた。長良川湖有種のサツキマスをはじめ魚類に、多大な影響を及ぼすとの反対派の主張は、新聞社やジャーナリストを味方につけ、中立的な視点での議論ができなくなってしまったが、結果環境アセスメントを厳密に行うことで、建設は進み、 1994年、平成6年完成した。もう一つは、伊比川に2008年、平成20年に完成した、徳山ダムである。ダム建設により、伊比郡徳山村、現、伊比川町全村477戸が、水没することになるため、反対運動が激化した。事業者、水没予定者双方の粘り強い交渉の末、大体地集団移転で妥結した。 この二事業は、公共事業と環境問題、生存権という複雑な問題を多くの関係者に投げかけ、以降の公共事業に多大な影響を与えた。木曽川水系の河川整備は、環境保護という大きな問題を投げかけた。だが、長良川は1976年、昭和51年の9.12水害や2000年、平成12年の東海豪雨による、 郡上市の大災害等た々流域に被害をもたらす、氾濫を起こし、堤防整備では、限界との意見がある。伊比川に関しても、横山ダムによって、洪水調節が実施されているが2003年、平成15年の大垣水害等流域はしばしば、洪水の被害を受けており、徳山ダムの必要性を流域自治体が訴求している。木曽川についても1983年、 昭和58年の三岡も水害で、丸山ダムの計画流入量を超える洪水が発生したことから新丸山ダムを現在建設中である。また、北半島は1994年の大渇水で1日19時間断水の事態となり、トヨタ自動車の工場創業にも影響を及ぼした。しかしながら、高度経済成長が終わり、水需要の増大が見込めない中、 ダム建設が本当にコストに見合ったものであるのかという視点での批判もある。治水についてもダムによる治水にばかり依存するのではなく、旧来からあった和重を有効活用して洪水被害に対処しようという意見もあり、国土交通省も具体的な検討を行いつつある。こうしたことから流域住民の生命、財産の保護を取るか、自然保護を取るか、 それは住民にとって本当に最適な選択肢かという難しい決定を関係者は迫られている。両立が難しいために中立的な視点で当事者による公開・公正な議論が求められている。基礎川水系では、まず水力発電による電源開発が行われた。大井ダムを川切りに基礎川、飛騨川に数多くのダム、発電所が建設され、 日本土牧師の先駆けとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。